朝尾カルリコは日本の女優。本名、浅井信子。血液型は A 型。前夫は石坂浩二。満州国信教師に四人姉妹の次女として生まれる。父、浅井源次郎は、満州国経済部大臣秘書官を経て1943年に、タイの万国へ軍属として転居。終戦後に、一家は、チャオプラヤー側の岸辺にあったバンバートン抑留所へ。 強制収容されるが、翌1946年には、引き上げが始まる。しかし軍族を最優先として、先に出港したその船は沈没してしまい、一家は命拾いした。やがて、大洗港の近くに住む親戚を頼り、間もなく立山の引き上げ寮へ入寮。信子が小学校3年生の時に、父が第二子秘書の職を得て、一家で、 東京神田家事長の借家に落ち着く、実前のクラスメートに星百合子がいた。家庭は大変貧しかった。しかしながら母が毛布を裁断し染めることによってコートに仕立ててくれたりと、そう工夫に満ちた生活を送っていた。緑遥かに読売新聞に連載されていた、北条誠の小説、緑遥かにを水の得た紀子プロデュース。 井上梅治監督で映画化するにあたって、ヒロインのルリコ役を募集しているのを、千代田区立今川中学校在学中の1954年夏に知り、両親賛世の元応募、11月23日に面接が行われ、約3000人の中から中原純一が、浅岡のメイクを見て、この子だといい、強力な推薦によって選ばれ銀幕デビュー、ルリコカットが、 当時の女性たちの間で大流行し、瞳の大きな美少女として脚光を浴びる。しかし学校を長期欠席しての撮影だったため、PTA と生徒会が宝粛の花輪を出したことで一時物議を醸した。多忙のため、高校は中退している。映画、緑遥かには1955年に公開された。私生活では、1960年頃に一時、 小林明と事実婚の関係にあったが、1961年8月に別離。この頃より生活が進むものの石原裕二郎に励まされ持ち前の根性で再起する。また1964年には夕日の丘でレコードデビューした。日活の看板女優として数多くの映画に出演し人気を博した。現在までの映画出演本数は150本以上。 日本映画全盛期の日活アクション映画における代表的なヒロインであり、小林明の渡り鳥流れ物銀座潜風寺の三大アクションシリーズや石原雄二郎のムードアクションシリーズ夕日の丘夜霧よ,ぎりよ今夜もありがとう等など多数の作品でヒロイン役を演じた。仲の良い佐久間良子の初主演映画、1963年の東映。 五番長遊戯リを見て大きなショックを受ける。正直言って女性映画の主人公がやれる佐久間さんが羨ましい。何も知らないまま、ただ夢中で10年間を過ごしてきたけど、100本も映画に出て代表作がないのは恥ずかしいわ。私は男性映画の刺身の妻のようなもの。もっと自分の仕事を大切にしたい。作品を選んで、 そろそろショーの対象になるような仕事をしたいなどと、マスメディアに訴え、今まで何一つ、文句も言わず、会社の言いなりになってきたが、九百六十四年一月の会社との契約公開で、他社出演を認めてほしいと、自家談判した。朝岡は、東映の女優がけぎいするような緑マコ主演、紐のような不良性感度映画に、ああいう役ならぶつかって、悔いはないと発言するなど、 会社の準備した肉体の門、秘伝10年、人生劇場などを経り、初めて女優として自己主張した。自身で企画を持ち込むようになり、1964年から1966年にかけて出演ペースが落ちた。他社出演の希望は日本一の男の中の男まで3年かかった。倉原惚れ吉監督の銀座の恋の物語や憎い安ョー。 何か、面白いことないか、夜明けの歌のノリコ三部作により、男性スターの彩り的存在から脱皮、100本、出演記念映画となった、倉原よし監督の終演では、愛する夫を戦争に奪われた女性の姿を演じ、同じ倉原監督の映画、愛の渇きでも熱演を見せた。映画、戦争と人間にも出演した。1966年には、 日活との専属契約を解消し、石原プロへ入社。1972年、石原プロが劇場用映画制作から撤退したことにより、石原プロ退社。また、映画の主題歌などを中心に歌手としても多くの曲を発表。1969年のシングル、愛の化石はヒットした。その他にも、太平洋、一人ぼっち、水で書かれた物語。 私が捨てた女、栄光への五千キロ、戦争と人間、第一部第三部、告白的女優論、六名館、博士の愛した数式などの映画の話題作に出演した。特に映画、男は辛いよ、シリーズで演じたクラブ歌手のリリーの役は大好評でマドンナとしてシリーズ最多の4回の出演を数えた。厚見清の最後の作品となった。 男は辛いよとラジルをくれないの花でもマドンナ役を務めた。この撮影現場で具合の悪そうな主演の厚み清の姿を見てもしかしたらこれが最後の作品になるかもしれないと思ったという。そのため監督の山田洋次に最後の作品になるかもしれないからトラさんとリリーを結婚させてほしいと何度も懇願する。一方で 山田は50作までの制作を想定しており、すでに49作の制作が決定していたために、朝岡の願いは叶えられなかった。厚みは、映画公開の9ヶ月後にこの世を去り、暮れないの花が遺作になってしまった。1996年8月13日に小竹大船撮影所で開かれた、厚み清さんを送る会、では、リリーとして、厚みに向けて、長寿を読んでいる。 1980年代以降は活動の中心を舞台に移し、泉京華の作品などに出演している。2014年発表のオールタイムベスト日本映画男優女優では日本女優4位となっている。1961年世界一周早回りと国際親善を兼ねた美しい東洋親善施設団日本代表。1971年日本テレビのドラマ 二丁目三番地での共演をきっかけに石坂浩二と結婚。石坂は当時の世の男性の先望を一心に集めることとなったが、ほどなくして別居。2000年に離婚後は大衆演劇俳優で劇団誠、座長、松井誠との交際を公にしていたが、2013年3月には金子賢二との交際が報じられて話題になった。二千八年十一月、 山形県東根市で開催された東根、湯煙映画祭にゲストで招かれトークショーを行う。これは長い女優人生で初のことだったが、それからは解禁している。大女優でありながら、気さくで面倒みが良く、東根が縁で親しくなった山形市在住のラジオパーソナリティ、荒井幸宏のラジオ番組にも何度か出演。2013年6月5日には、 天道市民会館での、きらやか、銀行経営者セミナーにおいて二人で、トークショーを行い、新井のリクエストに応え、小厚美清を送る会で読んだ長字を17年ぶりに、涙ながらに読んだ。さらに、港が見える丘、愛の化石と得意の歌も披露している。2011年5月21日、60年来の、旧友だった、長戸博之政居直後には、津川雅彦と一緒に、 長戸の自宅へすぐに駆けつけて、津川と二人で、マスコミ対応などを行った。性格は姉を肌で、青春映画前世紀だった。当時の日活において、後輩の男優と女優に対するしつけが厳しいことでも有名だった。特に、高橋秀樹は、デビュー当時より教育係であった朝岡に散々、世話をかけ、そして弟分のように可愛がられていた経緯から、 秀樹と呼ばれている。また、大原玲子を実前のように可愛がっていた。松原千恵子も新人時代から数多く物洋服などをプレゼントされたり、朝岡の自宅に招かれて手料理を振る舞ってもらうなど、現在まで大変可愛がられていると語っており、瑠璃ちゃんが今でも大好きだと、哲子の部屋へ出演時に語っている。佐久間良子とはデビュー当時から親友の間柄。 後輩で妹分の加賀マリコも休遊で普段から飲食や映画、舞台を感激に行くなど行動を共にしている仲良しの間柄でマリコとは昔からよく喧嘩はするが仲が良いと徹子の部屋2017年4月に近藤正臣と一緒にゲスト出演時に語っている。後に歌謡界の女王と呼ばれたミソラヒバとは雄二郎のホームパーティーで知り合って意気投合し、 プライベートでも信仰が深く、ひばりからは、しんちゃんと呼ばれていて、大親友だった。趣味は、スワルフスキービーズ在庫。自身が身につけるものはもちろん、舞台の際は販売もしている。私の履歴書によれば、芝叩く間に、スターとなり、それまで神田の下宿住まいから、多忙のために一括撮影所近くの家を借り、ついにはその家を買って、隣の空き地まで増築するほどだった。 その家は、前述のように、高橋秀樹ら若手俳優らが、毎日夕食をご馳走になりに来るほどであり、私の収入のいくらが、彼らの胃袋に消えていったかと、自重している。撮影現場に、大報所や先輩と呼ばれる立場の俳優が、約束の時間よりも遅く入ってくることが、当たり前の風潮を良しとせず、先輩、後輩問わず厳しい態度で接している。実際に、 一時間遅刻をした高橋秀樹を楽屋に呼び、秀樹、わかっているわね。と問いただしたところ、高橋は顔面蒼白で、ルリコさん、すみませんでした。と、平身低頭で謝罪した。また、座頭市で、勝新太郎と共演した際も、二時間以上も遅刻してきた勝値を演技中でも許さず、勝値が謝罪したところでようやく許した。日本のテレビ番組、 スター戦火0のフランスロケでフランス映画の俳優ジャン・ギャバンが同番組にゲスト出演した際に石坂と共にギャバンと共演した。朝岡曰く、ギャバンは顔がピンク色ですごく綺麗な肌をしていたとギャバンの大ファンで知られる中台達也等と同じくギャバンを尊敬している近藤正臣との対談で語った。1970年2月18日放送の フジテレビの生放送番組、三時のあなたに出演した、際に、映画評論家の淀川長春と国際派女優で、知られる、山口敏子と共に、映画、ジュリアス・シーザーの宣伝のために来日した、チャールトン・ヘストンとトークをした。第32回東京国際映画祭にて、定畜レコードフィリップス・クラウン、特馬ミュージック。ありがとうございます。